緊張する。いつものポスターがないんだ。やっぱこの部屋にはこれがないと始まんねえな。こんにちは、エトポンゲです。お久しぶりです。あーでもなんかもう動画を撮る感覚を忘れてて戸惑うね。今日の動画で僕が何を言いたいかと言いますと、1ヶ月半くらい休んでたんですけど、動画を休止していた1ヶ月半の中でも いろんなことがありました。多分皆さんも休止中の1ヶ月半僕が何をしていたか気になると思うんで、というわけで僕が休止中だった1ヶ月半の中で起きた驚いたこと、ベスト3を発表します。よっ、拍手は違うか。これどういうテンションで撮ったらいいの？別に！よくわかんないけど、発表するね。はい、というわけで、第3位。休止中というか、復帰してからなんですけど、ただいまっていう動画を、上げ出してから、チャンネル登録者数が、減りました。第2位、応援してくれてる、男の子、から、メッセージ、手紙が届きました。ここにあるんですけど、見ていきましょう、一緒に。いや、ほんとありがたいよ。死んでください。死んでください、死んでくれよ！死んでください、から語り選んでたよ！軽々しく軽々言うなよ。こうやってまあ、サインしてあげたいんだけど、一人にねこういうことやってしまうとみんなにやってあげなきゃいけなくなっちゃうから、まあ、こういうのはね事務所の方に送ってください。で、なんていうか YouTube の人はやめないでください。どういう日本語だこれで。もう一枚あります。サインください、それがね、僕の、僕用のサインのところ で下にツワハス、ごめんだね。